僕がモンスターになった日、もう何も信じられなくて、逆さまになって落ちてく弱い自分なんていらないや。午前3時、ふと目が覚めた。まるで闇の中に閉じ込められたみたいだ。いっそこのまま息も止まればいいのにな。傷つくことはもううんざりだ。ボロボロになってうずくまってる脆い自分なんて誰が愛してくれますか。僕がモンスターになった日、信じたくて信じられなくて、この声が届かないなら全てを壊してしまおうか。いつの間にか僕の体は痛みを感じなくなった。そばでも脳みたいに傷つけることも裏切ることもできない。鋼の心を手に入れてしまった。深い闇の底の方から聞こえる SOS の声に耳を塞いでいた。僕がモンスターになったらずっと愛してくれますか。いびつな両手広げて全てを壊してあげるから。僕がモンスターになった日、僕は僕を消えそうとした。泣き虫で頼りなくて影が絵のない自分。僕がモンスターになった日、大事なものを見つけたよ。弱さを許せること、それが本当の強さなんだって気づいたよ。